こんにちは、柳田理香の一日一価格。豆は鞘の中に入っています。こちらは枝豆、つまり若い大豆です。これが鞘ですね。こちらはピーナッツの殻を剥いたものです。この茶色い皮を取ると食べられるようになるわけですね。ピーナッツの殻も鞘です。鞘は豆という植物の何なのでしょうか。皮と思っている人がいるかもしれませんが、違います。果物の私たちが食べる部分を果実と言います。果実の中には種が入っています。豆は豆という植物の種です。ではそれを包んでいる鞘は、そう、果実なんですね。多くの果物は果実を食べて種を捨てますが、豆は種を食べて果実を捨てているわけです。もちろん絹さややインゲンのようにさやごと食べる豆もありますが、それは若いさやで、売れてしまうと食べられなくなります。今日の一日一価格、さやは豆の果実だ。売れると食べられなくなる果実ってなんだか不思議ですね。また明日。